はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。22日ですか、今日は22日の水曜日でございまして、あれですね、千代田区は12度でして、この部屋の中はですね16度なんですけども、日が照ってですね、あったかいですよ。あったかいとまではいかんけど、寒くはないですね。少なくとも冷たくはないという感じですね。午前中からね、ポカポカと日が照ってるというのはですね、非常にその、なんていうか気持ちはいいですね。この暗くじめっとしてるよりもですね、明るく日が照って、ここは南西向きなんでね、今の時間ぐらいからこう日が入りやすくなるんですね。東京の場合、あれですよね、太陽が一番高い時間っていうのは11時、半ぐらいでしょうかね。ちょうど神戸、11時半ちゃうわ。そうですね、11時半ぐらいですね。神戸の明石、神戸の隣にある明石というところがですね、日本のちょうど真ん中と、時間の真ん中とされていますので、明石で12時に太陽を見ると一番高いわけですね。で、東京だから早いわけですね。これから太陽がずっと向こう西の方へ行くわけですけど、まあ空へとしまして、もうだからもうすぐ南中ですね。さて、愉快なお隣さんのね、大統領選挙、なんていうか、面白いというか、なんていうか、もうなんかぐっちゃぐちゃですね。いや、あれね、よその国やからね、笑ってられますよね。日本であんなことになったらね、なんちゅう低レベルなんやって、嘆かなあきませんよ。隣やからね、やってるわって見られるわけですよ。まず、両候補ですね、イ・ジェミョン候補とですね、これは与党ですね、与党、共に民主党という政党ですけど、で野党、国民の力やったかな、大統領選挙ごとにね、党名変わるんでね、中身変わらへんのですけどね、保守と左派とっていう、中身は変わらないんですけど、名前は変わるわけですよ。まあまあ言って、国民の力やったかな、が野党ですね、これ、ユン・ソクヨルさんという、イ・ジェミョンさん、与党候補は弁護士出身で、市長やったかな、市長で知事かな、なんかそういう地方政治家ですね。で、ユン・ソクヨルさんは検事総長というご出身で、まあ、2人とも放送資格者であるわけですね。日本でいうところの司法試験を受かっているという方々。向こうの人たちってね、放送ロイヤーで、ね、英語で言えば法律家なのに、全然法律のなんていうか常識に外れたことをおっしゃったりなさったりするのは信じられへんですけどね。まあ、アメリカも政治家はほとんど弁護士ですよね。で、日本は弁護士出身が比較的少ない。前のあれですね、立憲民主党の枝野さんなんか弁護士ですね、社民党のなんとかってオバハンも弁護士ですね。でも全然理屈に合わないことをようおっしゃってますけど、さてそんなこと言うてんの本題いきましょうか。そのイ・ジェミョンさんの、共にまず家族スキャンダルでキャンキャンやってるわけですよ。イ・ジェミョンさんの息子がですね、あれですね、ギャンブルにはまっていてですね、しかもこう、買春疑惑というかもうそのものらしいんですけどね。まあまあ、出来の悪い息子がいて、んで、それで何日か、まあ1週間ぐらい前に謝罪をしてました。イ・ジェミョンさん、すんませんって言って。まあ別に息子が悪かったからって、親父謝罪する必要ないと思うんですけど、向こうは家族一体なんですね。ほんで、ユン・ソクヨルさんの方は、若くて綺麗な、まあ、つったって40代ですけども、奥さんがですね、結婚前の話なんですけども、大学に出した履歴書が嘘やったと。で、この前言うたんですけど、なんで大学に出したね、20年ぐらい前に大学に出したね、履歴書はバレんねんっていう話ですね。なんでバレんねんって。要は、あれですね、ちゃんと保管してあって、取り出して、あ、こんなんあるわって、それをメディアかなんかにばらしたわけでしょ。みんなメディアかやとかなんかしないけど、なんでそんなことが起こるんでしょうね。まあ、よう不思議じゃないけど。で、さらにですね、今日のニュースで見てますと、テジャンドンという、これはイ・ジェミョンさんが、市長の時に開発した不動産ですね、住宅地かなんかですけども、城南都市開発公社というところでですね、こう、先に土地買うといて、後で、何倍にもなって、それを売る、何倍どころか1000倍とかですね、なんかそんな単位で売って大儲けしたことを、大儲けしたやつで、役人がいてですね、それにこのイ・ジェミョンさんが関わってたんちゃうかと、イ・ジェミョンさんがどんどん取って開発したらしいんですね、このテジャンドン
日本語で大聖堂って書きますけど、の疑惑でですね、こう、捜査対象になってるんですけども、なぜ今与党政権ですから、与党関係者の捜査って当然鈍るというか、ほぼしてないんですけども、してない割にはですね、2人目の関係者でですね、2人目の方がですね、命を絶たれたようでございまして、自ら。で、その参考人として、ちょっと読みますか、ソンナム城南ですね、都市開発公社のキム・ムンギ開発第一所長は21日午後8時30分ごろ、公社1階の所長事務室で遺体で発見された。警察署はこの日、キム所長の遺体で発見され、調査中だと明らかにした。キム所長が遺体で発見されね。死亡した所長はですね、このテジャンドンの開発事業に関して検察と警察に参考人として呼ばれ、そう調査を受けていた。検察と警察の協議によってテジャンドン疑惑に関する事件は全て検察に移送された。景気南部長のテジャンドン捜査チームの関係者は、キム所長は参考人として一度読んで調査したが、事件に関連して立件されたりした事実はないと述べた。まあでも何らか自ら命を絶とうという原因はあったんでしょうね。でないとそんな命を絶つなんてものすごいことですからね。いやまあまあこれぐらいにしときましょうかね。いやあんまり突っ込んでもよう分かりませんしね。でもまあとうとうこれが2人目なんですよ、実は。お隣さんの方ってよくね、自らね、ピッて行かれるんですね。元大統領もね、今のムン・ジェインさんの兄貴分であったノ・ムヒョンさんもですね、捜査、お前ちょっと出てこいって言って、検察に呼び出される前の日かなんかに、自らね、行かれましたから、そういうことはよくあるんですね。さて、もう一つ、一方、与党側ですね、中央日報を見てますと、韓国最大野党、野党側ですいません、韓国最大野党に内紛、党代表が大統領選から手を引く、何をやってんねやって感じですけど、尋常でなかった韓国最大野党国民の力の内紛が大統領選挙を78日後に控えてまた爆発した。中央選挙対策委員会のチョ・スジン広報団長と対立したイ・ジョンスク代表、このイ・ジョンスクさんっていうのは覚えてらっしゃいますかね。半年ぐらい前でしょうか、党首選挙で選ばれたんですけども、この議席を持っていない、過去3回か4回国会議員選挙に出て落ちたんですね、イ・ジュンソクさん。ところが年齢が38歳なんですよ。今でも38か9だと思いますよ。でなんで大統領選挙出えへんねんって言ったら、大統領選挙はですね、40歳以上でないと立候補できないんですって。なんでそんな規定あるんでしょうね。別に、日本の参議院議員は30歳なんですね。だからそれぐらいにしといてええんちゃうのと。あれですね、ジョン・ F ・ケネディがですね、大統領になった時は38歳でしたね、確か。クリントンもそんな、34歳やったかな。クリントンも30代で大統領、ちゃうわ。ジョン・ F ・ケネディは46歳か。でクリントンは40、そうか、40代ですね。アメリカで30代の大統領いなかった。私は知りませんね。まあでもそういうことですね。イ・ジュンソクさん、代表は21日、すべての選対委の選挙対策委員会ですね、の職責から降りる。少しの未練もないと宣言した。常任選対委員長と広報メディア本部長から引くということだ。超団票、超団長もこの日晩、選対委副委員長、広報団長から引くと述べた。それでもイ代表が本位する可能性は低いという見方が強い。なんで対立してるんでしょうね。イ代表がユン・ソクヨル大統領候補との3日のウルサン会合で葛藤を解消してから18日ぶりに浮上した悪材料だ。党内では絆創膏1枚だけを貼って傷を放置したことで生じた予想された惨事。
重鎮議員という反応が出ている。今後劇的な反転の可能性を排除することはできないが、ユン・ソクヨル候補の選対いわ発足から半月でメガトン級の台風を迎えることになった。ユン・ソクヨルさんは、今年の3月頃までですね、検事総長だったんですね。でそれをお辞めになって、この野党国民の力の大統領予備選を勝ち抜いて大統領候補になられたわけですね。ところがこの国民の力からするとですね、突然やってきた人なんですね。ずっと検事総長で、どっちかというと検事時代はですね、この保守系の政党をですね、検挙した人で、パク・クネさんもこの人に検挙されかけたんですね。されかけて飛ばされたんですけど、パク・クネさんを追及した人で有名なんで、その保守系の中にはですね、ユン・ソクヨルなんか嫌いやという人がいるらしいですね。まあそれと関係あるのかないのか知りませんけども、そのこの前選ばれたこのイ代表ですね、若きイ代表とですね、ユン・ソクヨルさんがどうもそれが合わないみたいですね。もう降りるということをおっしゃったので、もしかしたらここでですね、もう一回このユン・ソクヨルを降ろして違う代表、じゃあ違う候補者あげようかぐらいのことをはやりかねません。なんて言いますかね、彼らの歴史を見てるとね、もうこんなんばっかりなんですよ。もうちょっとした違いでね、もうお互いにこう罵り合ってですね、仲違いしてですね、ほんで、日本的には派閥に分かれて大喧嘩をするわけですよ。その大喧嘩ったるや、そのね、日本の自民党の派閥構想なんてのはまあまあ可愛いもんで、向こうはそれも命がけでやるわけですよ。それくらいなんていうか、こう、あれを集団を作って、いがみ合うということがですね、大得意な方々ですんで、これも今後の展開次第ではですね、もしかしたらユン・ソクヨルさん降ろされる可能性もあるかもしれませんね。その人気もね、今 0.5 ぐらいなんですね。世論調査では大体勝ってるんですけども、でも30何パーセントぐらいしか支持率がなくって、でイ・ジェミョンさんがそれより低いみたいな、そういう世論調査が多いような気がします。だからちょっとですね、これは分からなくなってきたという感じですね。これに関して特に貼りませんので、皆さんそれぞれですね、私今読んだのはハンギョレと中央日報でございまして、もうそこ行っていただければすぐにそれ関連の記事がありますんでですね、興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。